らっしゃいませ、ゆうとです。今日の匠ご飯なんですけども、こちらどっ出汁香るシーフードミックス炊き込みご飯に、よいしょ。本日の主役がこちらどっ来ました、シーフードミックス、冷凍庫に余ったやつですね。和風で攻めちゃいます。白だしとごま油で決めちゃいます。よろしくお願いします。ちなみに今日も入れて炊くだけです。始まります。では材料の紹介です。お米が2合と白だしで、本当だったらオリーブオイルだったんですけどなかったんで、ごま油で和風で決めちゃいます。そしてテーブル胡椒とシーフードミックス、これを入れて炊くだけです。よろしくお願いします。では始めていきます。まずお米2合を洗ってお水を2の目盛りまで入れます。はい、お米洗いまして、お水を2の目盛りまで、ね、入れました。でははかり乗せていきます。ちょっとね、カメラ上からなんですけど、これで大体 2の目盛りですね。これで400です。本日の主役シーフードミックスさん、これ入れます。そのまま入れちゃいます。薄くなってねと、ゴロッと入って136、これ余りだったんでね、もうこのグラムでいきます。ちなみにこれは前回のペペロンチーノソース炊き込みご飯の余りですね。こちらよかったら見てください。はい、次白だしいきます、ね、ご丁寧に書いてあります。炊き込みご飯2合分、本品80から90とお水の目盛りまでということなので、80入れましょうか。多いか、なんか多すぎる気がしますけどいっか、とりあえず84入りました。テーブル胡椒、テーブル胡椒大好きなんですよ。私の、もう亡くなっちゃったんですけど、おばあちゃんがね、これで昔ながらのね、チャーハン作ってくれたんですよ。この思い出の味です、テーブル胡椒思い出に浸ってたらいっぱい入れちゃいました。はい、次ごま油いきますね、ちょっと和風でがっちり決めましょう。 OK、 3g、 だいたい 3g かな。はい、全部入りまして、あとはスプーンでね、ささっと混ぜていきます。はい、混ぜ終わりました。 OK、 炊いていきます。それでは炊飯器セットしましたら、蓋閉めて普通に炊きます。60分ね、炊き込みモードじゃなくて普通に炊きます。お待ちください。それではお待たせしました、出汁香るシーフードミックス炊き込みご飯、炊けましたんでオープン。きた、うまい匂いがうまいぞ。うわ、いい、ごま油で正解だったかもしれん。見てください、これ伝わりますかね、このプリプリに炊けたシーフードミックスたち、見て喜んでますよこれプリプリよ、ほら、お米もツヤツヤ、ちょっと色変わってるところ、ちょっとおこげみたいになってるのこれ、あ、これいいよ、これ絶対美味しい、あ、もう匂い美味しい、最高。来ました、出汁香るシーフードミックス炊き込みご飯。でもこれでまだ完成じゃない、ここにさらにパセリかけちゃう。パセリかけたらめちゃくちゃおしゃれ、最高よこれ。皆さんこちらご存知でしょうか、チータンも喜んでおります。ではいただきます。周りはね、こんな感じでタッパーに入れて明日のお弁当にします。楽しみ、いただきたいと思います。いただきますいいな、ごま油とシーフードミックス合うな。うまっ、オリーブオイルよりうまいかもしれん、香ばしさが全然違う、うまい、これお子様好きかもしれない、うまい。具材もそうなんですけど、お米がね、うまい、うんうめえな。で、そうなの、なんで今日シーフードミックスやろうとしたのが、これシチュー作ったんですよ。シチューと、なんかシチューに合う炊き込みご飯なんだろうって思って、いつもね、ショート動画であげてる実家飯のね、うちの母親にですね、 LINE で聞いたんですよ、シチューに合う炊き込みご飯って何かなって。そしたらシーフード系じゃないってことで、で、今日これ急遽ね、生まれました。あ、じゃあオリーブオイルでシーフードミックス炊き込みご飯いいねとかって言ってたんですけど、ごま油になっちゃって、でも結果終わりですね、最高よ、うまい、シチューと、うん、うまい。で、これご飯いっちゃう。
うまい。いや、シーフードミックスの中に入ってるイカが柔らけえの。最高。イカ、エビ、アサリ、ごま油のね、香ばしさをまとってて、うめえの。噛むたびにうまいが続くのよ、これ。ありよ。皆さんちょっとオリーブオイル忘れた時、ごま油でシーフードミックスタックにやってみてください。あの白だしじゃなくても醤油だとか、ね、ちょっとカレー粉入れてみたりだとか、めちゃくちゃうまい。合う。最高。よっしゃ、ごちそうさまでした。最高。星5。うまい。マジでうまかった。ありがとう。ではお疲れ様でした。今日の炊き込みご飯はだし香るシーフードミックス炊き込みご飯だったんですけれども、冷蔵庫にオリーブオイルがないハプニングを乗り越えて、ごま油でやったら奇跡のね、炊き込みご飯生まれちゃいました。これはね、最高よ。あのシーフードミックスじゃなくても、普通にむきエビだけとかイカだけとか、それね、いろいろ試してみるのもね、面白いかもしれませんね。それでは今回も炊き込みユーグルトがお送りしました。また次回もよかったら来てください。よろしくお願いします。ユーグルトでした。バイビー。ありがとうございます。おいしいご飯食べてね。バイビー。